一回当たったらコンボ決まる、デスコン決まるわ、デスコン。多分ね、メンタル強い子あんまりいなくて、女の子だし、多分プレッシャーとかに勝てる子があんまりいないと思う。そう、ゆるほろだったら出るみたいな人しかいないから。そう、大会はね、多分ホロライブではちゃんとしたやつはできないかなとは思うな。だからバロはだからすごかったんじゃない。そうそう、それだ、それを置くとバロは結構すごかったなと思う、珍しく。負けて成長して楽しめるか楽しめないかだと思う。あー苦しかったで終わっちゃう時ってあるじゃん。あーこれ苦しい。でもそれはさ、悪いことじゃないんだよ。そう思う子もいるのは普通だから。もうそのさ、それはとはもう、うわ苦しい、おもんねーって思う時あるからさ、向き不向きがあるよな。だからゆるゆるでいいんじゃないとは思う。もうゆるゆるで、やっぱさ、リスナーさんからさ、リスナーにいいところを見せてあげたいって思うわけよ、誰しもが。やっぱとはも思うし、あー勝ってあげたいなーとか、勝って喜ばせたいなーみたいな。でもみんなも期待するわけや、その分頑張れ、ないないちゃん、あー勝てる、なんとかなんとか。でもその、なんかその、一生懸命頑張ってるからこそ、その、なんて言うんだろう。負けちゃった時に、ごめんねってなっちゃうんだよね。その、ごめんね、勝てなくて。になっちゃうから、それがね、耐えられないなっていう子は多いと思うよ。そう、配信者がゆえに。そう